へそくり坊主なんです。今回は猫、なんと全員猫になってしまうというお話なんですけど、こちらのガチャまたたまったんですけど、今回のはね結構話も面白いし、その合間のね、なんかムツゴの会話もそうだし、トトコちゃんの両親との会話もね面白かったね。いつもあんな会話してるんだっていう思うとね、向こうの方はねちゃんとしてたご両親は、まあベンツ乗ってるけどね、アニメ4までやったけど、これは一末かな。うんだね、本望だろうね一末は。猫になれたということはね、まあもともと猫になれるんだけどさ、だいぶ渋いな。渋いな。結構貯めたからいけると思うんだけど、あれこのデカパンがね、デカパンのあるやつのせいでね、結局だから実験体になるっていうね、おそ松兄さんからの話からこうなってしまったという。これカラマツかな、トッティ。おお、まず釣り松が全員揃った。ってことはあと3釣り松じゃない、釣り松プラス1松だったんですよ。じゃあ釣り松じゃねえ、246偶数か、偶数。失礼、はい、あと奇数や、樹脂松。あれ。うん、あとは速度。うん、おそ松兄さん来るか、また来たよ。また来たよ、おそ松兄さん出ない案件、前もそうだったからな。またか。また来るか、もう。何回目さ。もう、来ないよ。いや。怖いな。この100連で出なかったらどうしよう。もう一回周回するしかないんだけどさ、ちょっとまずいぞ。不安が怖い。不安が怖い、両方不安なのに。日本語おかしいぞ。あ、来たー、セーフ。一番最初に猫になってしまうおそ松、移動速度がそこそこ速い、かなり吹っ飛ばされやすい、 HP と攻撃力がそこそこ高い。ほう、うん、至ってスタンダードですね。え、おそ松猫、猫になったおそ松、黒白の8割柄、生後6ヶ月のまま成長してしまった奇跡のバカ。生後6ヶ月って。そこ、ムツゴのリーダー的存在でニャッ、何かと言い出しっぺになるが、計画性は全くにゃい。いい加減で、いろいろ雑な性格。これ、もともとのパーカーのやつのセリフに、ちょっとそれを改変しただけだよね。ん？何してる？またたびか？これ、またたびか？やっぱりボイスない。やられかっこ一緒だな。
カラマツ、猫になったカラマツ、毛色は黒。基本的にクールでかっこつけてる。向こう見ずで熱い性格の持ち主でもある。ニアルシストでいたい。ナルシストがニアルシストになる。片耳くしてるだけにしか見えないな。はあ。まあ順番的にはおそ松ちょろ松かな。でその後、あそうか、あ最近アニマツだから、その後カラマツ行って、で取っていって、で1末14末の順番に猫になってた。猫になったチョロマツ、こっちは。キジトラに白が入ったキジ白から。ムツゴの中では唯一の常識人なのでツッコミ役になることが多い。ニャンドルオタクであり、好きなニャンドルは橋本には。そこは一緒ね。ああ、トイレットペーパーを。なんか凶暴かなってるけど。さあ本望だな。猫になった今一末、サバトラに白が入ったサバ白柄、マイペースな皮肉にあげ、とにかくチレットを毒を吐くことが多い。本音を隠し卑屈な態度で斜めに構えている。いつも猫で、猫が友達。うん。下の文章はなんか変わらないの、どっちにしろ。トイレかな。まあ可愛いけどさ。17末、猫になった17末、チャトラ柄、ムツゴの中では格段等的な存在。今も格段等的ないんだけどね。非常に明るく異常にバカ。野球とプロレスが好き。野球って何？マッスルマッスル、ニャッスルニャッスル、ニャッスルになってる。紙袋。年男か？年男じゃないな。ん？ん？何このなんか。プロレス技かなんかわかんないけど、その飛び出し方みたいな。とって、猫になったトノマツ、毛色は白、甘い上手で背渡りも上手、世渡りも上手、女子力があり自分の可愛さも知っている。腹ぐらいドライニャンスだ。愛称はトッティ、ドライニャンスだ。少女めがけて飛んだけど、えいってなんか当たって、あの取れてもいないし、ただ当たってるだけ。で人生は暇つぶし猫バージョンという、まあこれイベ中の曲ではないですけどね、道中で流れてはいたんだけど、イベ中の曲は松谷がたくだったけど、でこれ全員揃ったんだけど、この背景もね新しく追加された感じかな。なんか、いろいろ追加されてたんだよね、背景も。今後のイベントのためかな？この曲面白いのかな？徐々に猫にね、染まっていくの。でも猫のボイスねえんだよ。サンプリングないんだよね。この曲はあるけど、サンプリングないから作るの難しそう。というわけで、猫6匹全員揃いました。